再びこんな手で取るやつにリハムシを取ろうと思って挑戦します。多分取れるんだろうな。で、今なんで今日も取ろう。あのちっちゃい虫だから、あの裏に来てトマトを売ってやったね。あのミニトマトの虫が一個だけ売れとったけど、木の用品で取られてましたね。ん？なんとでよ食べはった、うん、ダメだ、ね、取れんだったな。ダンゴムシか、うん、ここから置いてきて席側は、窓と扉を開けたらすぐに開けるようにロックを引いてます。で、降りてきて左側が加藤さんがやってるこれで、いろんなものが入ってます。この間、ジャガイモを取り入れたんですけど、結構良かったです。半分、種類が違うらしいジャガイモが残ってます。だから、ちょっとツラツラかかってくれました。ここは自然に生えとったというのが、これはすごくでかくなって、支えてやらんと倒れるぐらいな感じになります。で、これは安倍さんの苗で買った一軸です。結構大きくなりました。今年は、まだ2年目なので実を全部伸び取れました。ありがとう。3年目ぐらいから鳴らすといいそうです。これは今井さんにもらって、剪定祭壇を植えました。できなかったようです。こちらは買った苗の枝を挿し木しました。で、あとはごぼう、ごぼうを4つと、これは
そう、はい、なんですけど、その時はしっかり感じます。今の目も覚めなくなったら、すぐに待ってますね。おお、危ない危ない危ないよ。母ちゃんが作ったあの手で通るやつあれどこにある？どこ？え？逃げた。あのね、カメムシがね、びっしりたかっとるとこ。それがね、細い狭いとこにたかっとるけど、これでピッピッやろうわ。こんなにたくさんリハムシが取れました。今からカメムシをやってみます。すごいたかってるな。こっからでも見える。これこれこれはすごいよ。片手では難しいかな。
おお、取った、すごい。これ消しときます。